はい、どうも皆さんこんにちは、ローちゃんです。今日はパラワンヒラタの原始民の交換です。もうね、1匹目からひどい状態になっちゃってますよね。ほんとね、申し訳ない。ほんのね、1、2週間くらい前に変えようかなって言ってる時はまだ白かったんですね。気づいたら暴れ回っててね、こんな状況になってました。1匹目がね、この子です。もうね、手と比較してもね、そんなにもうこれ暴れて死んじゃってますよね。大きくないのがすぐわかります。はい、 40g。 これね、交換するときに45とか6ぐらいあったんですよね。食べ尽くして暴れて縮んで元よりもちっちゃくなってしまったっていう結末ですね。はい、それではね、2本目に行きましょう。2本目はね、それでもね、そこそこ大きくなってくれたんですけど、もうそこの方から移動してね、そこそこ真ん中の方にいました。これをね、もう全部食べさせるまで待った方がいいのか、もう大体時期を決めて交換しちゃった方がいいのかっていうのがね、ちょっとまだわからないです。外側からね、見た感じがね、まばらに触根が見える感じなんで、もしかしたら内側をすべて食っちゃってるのかなって思ったんですけど、意外とそうでもなかったですね。真ん中にね、どっしり構えてて、この段階ではね、そんなに大きくないかなって思ったんですけどね。結構ね、まだね、菌糸もしっかり硬いんですよね。柔らかくなってなくて、これだと糞がね、真っ黒なんですよね。これがね、いいのか悪いのか、もうちょっと茶色い方がね、いいような気もするんですけどね。結構ね、この掘ってる時ってね、怖いですよね。突き刺しちゃうとね、困りますからね。これでもね、そろそろ出てくるでしょう。ちなみにね、さっきのボトルが1400cc で、今回のボトルが2300cc ですね。うちはね、3200cc を使わないんで、これが2本目、3本目も 2300cc でいきます。さっきのね、幼虫と比べるとね、だいぶもう見た目が全然大きさが違いますよね。まだね、まだまだ白いんで、3本目でもうちょっと体重が乗るかなって思いますが、どうでしょう。はい、61g ですね。この前ね、パラン大平田はマット飼育の方のマットの交換をしたんですけどね、その時のマックスが59g なんでね、まあ一応菌糸のね、面目は保ってたのかなって思いながらね、交換してました。まだね、もうちょっと伸びてくれると思うんでね、まあ、60g 後半くらいまで伸びてくれたら嬉しいですけどね。はい、次ですね。こっちはね、さっきのとは打って変わってですね、ずっと下の方にいて、でね、上半分は何も食ってなくてね、この辺で触根が見えてきたんですよね。この辺にいるかなって目安はつけてるんで、そこへ向けてね、どんどん掘っていくんですけど、いきなりですね、スプーンが入っちゃうとね、ちょっと怖いんでね、この辺からは慎重に掘り進めてます。どこにね、いるかわかんないんでね、この辺かなーって思ったらね、ちょっと掘ったところね、指で押してやると、空洞のね、真上はね、結構弾力があるんでね、今押してますね。ちょっと弾力があって、あ、今抜けましたね。こうやってね、天井をね、ゆっくりゆっくり崩してやるとね、事故も少ないかなと思います。こっちはね、下の方でずーっと育位状態ですね。さっきの幼虫の方がちょっと落ち着きなかったかなって感じですけど。
なかなかね、この幼虫がね、出てこなかったんですよね。結構ね、掘るのに苦労してます。まだ待ってもよかったのかなと思うんですけど、外側の触根を見るとね、かき混ぜた跡みたいなのが出てきてたんでね、もうちょっと交換しようかなと思って交換をしました。そろそろ出てこないかな。あ、出てきましたね。大きさ的にはね、パッと見はね、さっきのと変わんないかなって感じですけど、こっちの方がね、さっきのよりもね、白っぽい感じがね、しますね。はい、ということでね、この幼虫が一番大きかったです。 63g。 こっからね、もうちょっと伸びてくれることをね、期待しましょう。今回はね、交換っていうだけでね、こんな感じで終わっていこうと思います。それではまた次回ね、よろしくお願いします。